町のお母さんに聞きました。赤ちゃんにおくるみ使ったことありますか。あります、うん。私もあります。全夜泣きがすごくて、でね寝れなくて。言 <laughs> えないんですけど。あの自分であのタオルみたいなのでくるんで。やってました。<laughs> <S 今 S. N. S. で、このおくるみが大きな話題となっています。 足のの動きを制限すす。る衣類は、股股関関節節が外れて育つ育つ発性形成不全のリスクですこの病気のせいで小さな頃から何度も手術が必要になる子どもがいます先日投稿されたツイート5.9万リツイートと拡散され投稿画像に掲載されたメーカーの袋型のおくるみは販売休止となる事態となりました 発育性股関節形成不全一体、どんな病気なのでしょうか今回、おくるみだったりとか、外的な力で,です、ねえー、伸ばされたりとか、自然にあのかなり開脚されたりとか、そういったことすると、脱臼しちゃうという病気です今西医師によりますと、歩く前の赤ちゃんの足の理想的な形は、お母さんの体内にいたときと同じ。 両膝と股関節がしかし寝かしつけの際袋型のおくるみを長時間使用すると体が固定され足が伸びた状態になり股関節の脱臼のリスクが高まるんだとかこのようにブランケットタイプのおくるみも長時間足にぐるぐる巻きにすることで 股関節脱臼のリスクがあるということです仮に脱臼すると、足の開きが悪くなり、膝の高さに左右差が出るなどの症状が見られるといいます発見が遅れば遅れるほど、将来的なその歩行に関してです、ね、影響を及ぼすことがあると、治療介入を必ず早い段階で適切な時期にするということが大事かなと思いますただ、寝かしつけの際に短時間使うケースもあり、 バランスを考えた利用が大切と言えそうです。